ロニー・モントローズはアメリカのギタリスト、エドガー・ウィンターグループへの参加や、モントローズやガンまでの中心人物としての経歴、多くのセッション活動やソロ活動で知られる。サンフランシスコに生まれる。幼少時に母親の出身地のコロラド州に移り住む。デンバーで大半の期間を暮らし、16歳の時に家を出た。1969年、ベーシストのビル・チャーチと、 ソーバックというバンドを結成。ファーストアルバム用のレコーディングを行っている頃、プロデューサーのデビット・ルービンソンはちょうど、バン・モリソンのアルバム制作のためにオーディションを行っていた。ソーバックのアルバムに、モントローズは数曲のみ参加し、ビル・チャーチと共に、モリソンのアルバム、テューペロ・ハニーに全面的に参加した。また、この時のセッションで録音された、リッスン・ツゥー・ザ・ライオンは、 セントドミニクの予言に収録された。ボズスキャックスのバンドに短期間いた後、1972年、エドガー・ウィンターグループの結成に参加した。同年11月、ゼイ・オンリー・カム・アウト・アット・ナイトを発表。リック・デリンジャーも参加したアルバムであるが、シングルカットされたフランケンシュタインのギターは、モントローズである。1973年、自身のバンド、モントローズを結成した。 ジャズフュージョン分野での活動でも知られる。1971年には、ハービー・ハンコックの発電化セクステッドアルバム、マワンディシに参加。1978年には、トニー・ウィリアムスのバンドの一員として来日し、ライブアンダーザ・スカイ78で、日本の聴衆にも生の演奏を披露した。この時の演奏は、トニーのアルバム、ジョヨーブ・フライングで聴くことができる。 2012年3月3日死去64細胞つ。当初は病死と伝えられたが後に長らく患っていたうつ病が原因とされる自殺であることが明らかになったありがとうございます